ね。ボラ雑巾にされる覚悟はできているかしら。鬼の八様こと八文字長儀よ。集まってくれたあなたたちのためにわざわざ贈り物を用意してやったわ。ありがたく受け取って八の字に沈みなさい。ちょっと隊長、この台本何なの？なんで贈り物と引き換えに命奪わなきゃいけないのよ。だいぶ歪んでるわね。私に切られるのが贈り物よりご褒美ってこと？まさか明治館の客層ってそういう輩が増えてきてるの？そこは否定しなさいよ。それにそのこの衣装、ちょっとこっちに来なさい。もちろんダメよ。逃げる前に切られることぐらいいい加減わかるでしょ。あなたの余裕なんてどうでもいいの。今は私の方が困っているから。わかるでしょ。だから私がこんな格好をしていいのかなって。いいとか悪いとかじゃないけれど、これでも私は鬼の八文字なのよ。そりゃあなたには恥ずかしいところも弱いところも見られてしまっているけれど、私の鬼の姿しか知らない人がこんな姿を見たらどう思うか。な、バシコグネね。じゃなくて何言い出すのよ。あなたじゃなくて周りがどう思うかって話でしょ。恥ずかしかったからつい手が出てしまったの。許しなさい。でもあなたが言ってくれるのだから、あなたの言葉を信じてこそあなたの御剣よね。そこは自信を持ってくれていいわ。少なくとも私自身は言い逃れできないくらいあなたの御剣であることを認めているから。素直じゃないだけ。そんなのもあなただけ知っていてくれればそれでいいわよ。わかったわ。ちょっと一緒にいなさいよ。せっかくだからもう少し今の私を見て、話し相手になってくれるだけでいいから。はあ、私何も言ってねべ。おめえいつの間に心読んだんだ。余計なことなど考えてないわよ。私はただもう少し一緒にいる時間を増やしたいだけ。ああじゃなくて、ああつまりはそういうことよ。もっと私と一緒にいて。クリスマスが終わった後、私のために開けておきなさい。
これは決定、もう決定。久しぶりに秋田のお酒が飲みたいの。以前行った店にあったでしょ。付き合いなさいよね。その日は絶対に後悔はさせないから。